まにはのんびりするのも悪くないな。
待たせちゃった？きちんとしまっておこう。はっ。任務の目標は。判決を下す。宝を見つけたら、次は酒だ。
く見ておけ。やっ、クリン火炎よ、燃やし尽くせ。風と共に去れ。行くぞ。判決を下す。行くぞ。炭になるが。元気出してよ。ほっ、えいっ、よっと。やっ。行くぞ。よく見ておけ。みんなを守るからね。えいっ、はっ、えいっと、はっ、えいっ、ほっ、えいっ、ほっ、はっ、ほっ、えいっ、やっ、きちんとしまっておこう。元気出してよ。お主でこの方の夫ね。やっ、なんでだ、暴れ。
裁きを受けよ。勝ち負けはまだわからないよ。これが海山を滅ぼした力だ。ミュージック僕の手だ。この手は食わぬ。行くぞ。判決を下す。元気出してよ。風と共に去れ。行くぞ。Oh!
宝を見つけたら次は酒だ。
の収穫だ。
呼吸が整えばついていけるよ。よっ、旅の収穫だ。What?
はい、あなたたちの成果は私も確認しています。確かに3つの塔の処理が全て完了したようですね。塩化の宮の環境も回復し始めたため、負傷者と兵士たちも撤退を早めています。ほとんどの方はすでに避難済みのようです。ただ少々予想外なことも起きています。二人とも私についてきてくれませんか？であれば今頃塩化の宮は全て元通りになっているはずでした。ただ残念なことに今は最も危険な場所へと変わり果てています。なぜこうなったのか、そしてどうしたらいいのか、私にも分かりません。しかし黒幕がどこにいるかだけはお二人に伝えられます。こうなってしまった以上、黒幕と対峙し計画を全て吐かせる以外に方法はないでしょう。どうやって黒幕を見つけたんだ？私は黒霧の流れをずっと観察してきました。異常があった場合すぐにわかります。これまで黒霧を引き寄せ続ける微弱な渦がありました。他の者がアビスの力を必要とするとき、かすかな流れを起こすのでしょう。あれはとても危険な存在です。ただのビシャップとは比べ物にならない力を持っています。そう言っていただけて助かります。ではあなたにお任せします。私の推測では彼は図書館の近くにいるはずです。
予想通りと言うべきか。この暗闇の中でも突き進み、霧を払って俺の目の前に現れるとは。そんなことが可能なのはお前くらいしかいないと思っていたよ。だが、まさか奴らと手を組むとはな。また喋りながら時間を稼ぐつもりだな。そうか、お前たちは本当に知らないようだ。この俺を見て頭に血が昇るのもわかる。ここにたどり着くまで長いこと駆け回ってきたんだろう。だというのにまだそんな体力が残っているとは、さすがに厄介だ。軽く体を動かすとしよう。俺の言葉に耳を貸したくなるまでな。新たな命を得て、救いを求める。賢く進化が早い種であることを。そして千年も前からとある言い伝えがある。それがビシャップマンに関する伝説だ。ビシャップマン？なんかオイラが考えたあだ名みたいだな。その昔、塩化の宮にはこのような伝説があった。深海ビシャップは迫害を受け、生き延びるために新たな進化を始めた。勝者の姿形を真似するようになったと。やがて瞳孔を除けば人間と全く区別のつかない種族、ビシャップマンが現れた。その者たちは塩化の宮に入り、人間の居場所を奪ったとされている。どうだ、心当たりがあるだろう。罪の瞳孔も縦長だったって言ってたよな。日差しが強いところではトカゲの瞳孔は細長い縦状になる。まさにあいつがお前らを裏切った証拠と言えるだろう。でもずっとオイラたちを助けてくれたぞ。あいつは俺へ復讐するためにお前たちを利用しただけに過ぎない。何せ俺もあいつらを裏切ったからな。俺はかつてビシャップと同盟を結んでいたことがある。奴らの目的は精鋭を大日神輿へと送り、囚われている同族を救うこと。その目的を果たしてやるため、俺は塩化の宮全体を黒霧で覆ってやった。その見返りとして俺たちアビス教団が手にしたのが領地を通る許可だ。それから奴らは三つの塔の改造のため俺に力を貸した。しかし奴らは予期していなかったのだろう。
ビスの黒霧が元素生物にとって恐ろしい猛毒であるというのは。だからビショップたちは裏切られたと思ってるのか。ああ、俺自身も裏切りだと認めている。ビショップがアビスの力を受けてなお飛び跳ねているなど、アビス教団にとって恥ずべきことだからな。お前、今の状況を説明してやろう。あの女はお前たちを利用するだけ利用した後、手のひらを返すはずだ。大日神輿で三号宇宙を抑え込み、暗闇を作り出してビショップを擁護するだろう。今頃は深いところに潜り、囚われた仲間を救出する準備をしているんじゃないか。そして決死サンゴの源は断たれることになる。深海ビショップたちはかわいそうだけど、でも和田積島の未来を守りたいと思うのなら急いだ方がいいだろうな。俺が残しておいた装置で光の道を導き、大日神輿の暗闇を払うといい。お前の話はもう信用しないぞ。そうか。だが他に選択の余地はあるのか。どの道今回俺には何の収穫もない。だがそんなことはどうでもいいことだ。俺は教団の中でも早くに過ぎないからな。殿下のそばをうろちょろしてる奴らとは違って、俺はいつだってどうでもいいことにこだわる。さて、時間稼ぎはこれで十分だ。もう会うこともないだろう。俺は先に失礼させてもらうぞ。それとこれは以前大日神輿で手に入れたものだ。選別としてお前にくれてやる。これってココミがくれたものとセットなんじゃ。ってそんなこと気にしてる場合じゃなかっ。また逃げられた。もうムカつくな。たとえあいつの言うことに筋が通っていても、そう簡単に信じない方がいいはずだ。まずは罪に話を聞いてみよう。
きちんとしまっておこう。あるだけマシだな。みんなを守るから。この世界もこれに応えているのか。
世界も俺に答えているのか。きちんとしまっておこう。Thank you.
判決を下す。クジン。ゆっく。みんな頑張ってね。救出は成功しましたか？幼いビシャップはもう助けたぞ。でも年を取って弱ってたビシャップはオイラたちが精鋭を倒した後に水の中に隠れちゃったから。スミ、お前本当にビシャップなのか？余計な説明をする気はありません。私はあなたたちと会話できますが、これで理解しました。人とのつながりは必ず裏切りで終わってしまうことを。私たち二つの種族は殺し合う運命なのです。私が離れる前にこの塔を破壊します。それ以上近づかないでください。それから妙なことも考えないように。この口頭は私の願いを聞いてくれるようです。私が望めば、私のために光と闇を切り替えてくれます。その気になれば、私の目の前で瓦解もするでしょう。拳を握りしめる程度の、たったそれだけの思いで、このビシャップを苦しめてきた建物を破壊できます。しかし、どうしても、心を鬼にすることができません。これは、まさか。これって、三匹の蛇が絡み合った首飾り？この首飾りは、私が物心ついた時からずっと持っていたものです。なぜ、
あなたが持つ二つのかけらとぴったり合うのでしょうか。そんなバカなことが、一体何が言いたいのですか。まさか。おいら、さっぱり理解できないぞ。こっちはココミの首飾りで、そっちは大日みこしのもの。そして罪の首飾りは子供の頃から持ってたもので。私はビシャップと共に育ちました。そばにはこの首飾りと、それから書物の入った箱がいくつかあっただけ。ただそれのおかげで人間の言葉と文字を学ぶことができました。しばらくして塩化の宮には人間がいなくなりました。誰一人残らずに。つい最近まで人間との接点はありませんでした。書物に書かれた内容や意味を知ったのもつい最近のことです。罪。人間の書物に私には理解できない熟語がありました。しかし私は今になってそれを理解できたようです。人は生まれた場所に属し、獣は餌を得られる場所に属する。私はビシャップであり人間ではありません。だから私は帰るべき場所へ帰ります。大日神輿、もう私にとってはさまつなこと。いずれまた我々は必ず帰ってきます。罪、言っちゃったな。最後どうして急に考えを変えたんだろう。ああ、そうだな。この状況を予想してたから、ココミは首飾りをくれたのかもしれない。ひとまずこれで一件落着だ。戻ってココミに報告しようぜ。戻ってきた兵士たちからの事情は聞いています。あなたは罪という巫女と協力することで黒霧を消すことに成功した。ただ突如大日神輿に異変が起きた。そうですよね。ああ、だいたいそんな感じだな。でもそれからまた妙なことが起きたんだ。そのようなことが。ごめんな、ココミ。オイラたち、ココミからもらった首飾りを人にあげちゃったんだ。気にしないでください。前にも言いましたが、もう渡積島にとって必要のないものですから。あれはもともと、渡積大御神が塩化の宮の役人を整理し、制度改革の際に使っていたものです。その三つの首飾りはそれぞれ、大日神輿、珊瑚の宮の血脈、そして渡積の見つかりに託されました。村人、官僚、紳士の三者が互いに監視し合うことを意図していたのでしょう。しかし現在村人の子孫を除いて他の二勢力は廃れ、この首飾りも役割を失いました。さっき渡積の見つかりって言ったけど、罪が渡積神の使者だと思ってる兵士もいるみたいだぞ。トカゲも縦長の瞳孔を持ってるだろ。それでオイラたち全員勘違いしちゃったんだ。いえ、そうとも限りません。渡積の見つかりは邪神の眷属であることを表すため、そのほとんどが半人半者の姿をしています。しかし進化の後期に入ると、渡積の見つかりはその瞳以外人間とウリ二つの姿になるのです。むしろビシャップマンや地中リザードマンというのは小説の中にしか出てこないただの設定です。珊瑚の宮の機密文書にもその実在を裏付ける記述はありません。え、だったら
ビショップじゃないのか？ワタツミ大御神がワタツミ島を作るため力を使い果たした後、その力は次第に弱まりました。ですので、ワタツミの見つかいが誕生することはもうありません。最後に記録されている見つかいは、ビショップと人間両者と交流ができ、橋渡しとなることが期待された見つかいです。彼女は幼い頃、世話係の巫女と共に塩化の宮の境でビショップに襲われ、それ以来行方がわからなくなったとされています。多くの人は彼女が亡くなったと考えています。ただ中にはビショップたちに育てられているのではと思っている人もいるようです。見つかい一族は渡積みの民に恩があります。ビショップと渡積み島の領土をめぐる争いがなくなった今、その人が帰るべき場所を見つけられることを心から祈るばかりです。それが罪の生い立ちだったのか。しかし、決死サンゴの原理がそのようなものだったとは。私はサンゴの宮の荒人神の御子として、焦土化に対抗する新たな手段を考えねばなりませんね。とはいえ、あなたのおかげで焦土化の問題はひとまず解決しました。これから数十年の間、渡積島は平和が続くことでしょう。改めてあなたたちに心から感謝いたします。観光地で you